海と日本プロジェクト海ど宝。今回は八重瀬町のトビウオプロジェクトを紹介します。4月にオープンした南の駅八重瀬でトビウオプロジェクトの一環として販売されているトゥブーそば。トゥブーとは沖縄の方言でトビウオのこと。トゥブーから出るさっぱりとした味わいの出汁を沖縄そばのスープにしました。美味しいです。見た目よりかはもうあっさりして美味しいということで結構いい評判を受けてます。佃煮の方も作ってまして、またトビウオを使ったちょっとかまぼことかもどんどん何かしらもう全部にトビウオを使っている商品をちょっと作っていきたいと思っています。八重瀬町の町の魚であるトビウオ、以前は八重瀬町港川でのトビウオの漁獲量が多く、また美味しかったことから地元の人たちはよく食していたそうですが、現在は漁獲量が減り食べる機会も減っているのが現状。そんなトビウオを見直し、町の新たな特産品にしようと官民一体となって立ち上げたのがトビウオプロジェクトです。八重瀬町のトビウオは美味しいというのがやっぱり地元の方々の話もありますので、じゃあそれを復興させようということで、それを目的にプロジェクトを立ち上げています。今後はですね、トビウオ漁をされる漁師の方も増やしつつ、その漁獲をじゃあ食べられるところも増やさないといけないと考えていますので、将来的には八重瀬町行ったらトビウオがたくさん食べれるよという場所を目指していきたいと思います。美味しいトビウオをいつでも食べてもらうために必要なのが安定した漁獲量。現在町内でトビウオ漁を行っているのは漁師の日岡さん一人ですが、今後はトビウオ漁師を増やしてトビウオプロジェクトを盛り上げていきたいと思っているそう。それは先輩漁師たちから引き継いだ海への感謝の思いを次の世代に残すことにもつながると考えているからです。海はもう、宝の海ですので、それを利用してね、お互い豊かになればいいなと思ってますので、マグロはマグロ、トビウオはトビウオでね、それを利用しながら、活性化になればね、いいなと思ってます。八重瀬町発トビウオプロジェクト、海からの恵みがまた一つ増えました。海と日本プロジェクト、ホームページも海の情報が満載です。ぜひご覧ください。